皆さんがアトピーが治りたいって思った時には尿と便と生理を増やしましょう。アトピーって排泄なんだよって何なのっていうと、第4の4番目の排泄器官が皮膚だと私たちは思ってるんです。だから尿と便と生理の足りない部分の排泄を皮膚でする溢れですね、それがアトピー。尿と便と生理、男性は体毛とか汗ですね、ここを整えていって、第4の排泄器官の皮膚が大暴れしないようにしていくのがアトピーの改善法です。じゃあどうやって排泄を整えていくかっていうことを2つ挙げてみますね。8つ目ですね。これは体温を上げて血行促進をしてください。ご自分の体温ね、コロナ期になってから皆さんは測ってる方多くなりましたけれども、朝お布団から出る前にね、ぜひ脇の下で測って、36度5分から37度、男性は37度、ですね、戦後すぐのあたりは36度9分から37度5分ぐらいもあったそうです。でも私たちはあの頃より交通網が盛んになって、歩かないし糖質を食べるようになってますから、そこまでの体温はなかなかね保持できないので、36度5分から37度、男性は37度、ここを目標にしてください。低体温はね、本当に免疫力を低下させます。体の中の酵素反応も著しく弱くなります。そうすると代謝能力下がりますよ、血行不良になっていきますよ。血行の良いところから治っていきますからね。だから顔が早く治りたいんだったら、お顔の血行を早く良くしていかなければいけないし、全身良くなりたいんだったら指先も足の先も全部同じような体温がないとダメですよ。で、体温を上げて血行を促進するためには運動してほしいんですね。一番まあやってほしいのはスクワットですね。下半身にあるまあ7割の筋肉を鍛えて血行促進してもらいたいんですね。そして、運動だけじゃなくて入浴法もいいです。アトピークラブレノアでは水素風呂とか重炭酸泉のお風呂ですね、これドイツだったらもう医療のお風呂なんですけれども、そういうもので血行促進していただいてます。よく巷でね、靴下を6枚も7枚も8枚も履いてあったかくしてますっていう方いらっしゃいますけど、保温してあったかいんじゃなくて、自らの中から湧き出てくる暖かさを作ってほしいんですよね。足の裏っていうのは地面と接地したあの小さなところがすごいセンサーになってるんです。そこに靴下を何枚も履いてると足のセンサーが鈍くなってしまいます。それからホカロンを入れる方がいらっしゃいますけれども、ホカロンの出してる波長と人体が持ってる波長っていうのは著しく違うので、逆効果になってしまうのと、やっぱり靴下の何倍履きと同じように一つのところだけを温めるっていうのはおかしいんですね。全体の血流が良くなって初めて新陳代謝って上がっていくんですよ。だからもう一度言いますと、骨を、ね、背骨を丈夫にするっていうことと、自分の中から湧き出てくる体温を作ってアトピー改善をするために、尿と便と生理、男性は体毛とか汗ですね、ここを整えていって、第4の排泄器官、皮膚が大暴れしないようにしていくのがアトピーの改善法です。